はい、どうも皆さん、こんにちは、ご覧いただきありがとうございます。こちらチップのですね、トリミングの日ということで、これからトリミングのお店に向かいたいと思います。前回切ったのが1ヶ月半、2ヶ月経ったか経ってないかくらいですかね。ごめん、チップ結構まじゃまじゃしてきて、しまってるので、まあ、結構ね、この姿もすごい可愛くて個人的には好きなんですけども、まあね、これ以上ちょっと伸びるとチップもかわいそうですので、トリミングに行きたいと思います。じゃあちょっと準備して、向かいましょう。よし、チップ行くぞ。あいにくの天気ですね。チップパンを入れちゃうから、ちょっと持ち上げていくね。よいしょ。はい、じゃあこれからチップのトリミングに、車で向かおうと思います。今まではね、電車に乗って2駅先のトリミング屋さんに行ってたんですけども、車がね手に入ったので、今までとは違ったところに行きたいと思います。初めて行く場所ですね。生まれ変わります。でチップはですね、ちょっと見えないんですけど、なんかシートベルトにこれつけられるやつ、やっぱこれ首輪につけて転倒防止っていうのかな、ちょっと思うんですけど、それでまあ運転していこうと思います。出発進行ね、チップヒュー。はい、トリミングの場所着きました。場所というかあれですね、トッピングモールっていうのかな、イオンっぽいところに入ってるんですね。今ここは多分4階とかだと思うんで、4階だね、1階に入りたいと思います。チップをね、無事、トリミングのお店に預けることができました。これからね、なんか3時間ぐらい時間があるので、ちょっと一旦ね家に帰って、ちょっと仕事もあるのでそちらをして、時間になったらまた迎えに来ようかなと思います。これからチップの迎えに行きます。終わったそうです。お店どこだったかな。チップ、トリミングの姿見せてください。スカーフかわいい、ね、だいぶ短くしちゃったね、チップ。今までの中で一番短いよね、多分。そうかな、じゃあ OK。せっかく綺麗にしてあげたのに、してあげたじゃないか、してもらったのに、ちょっとまあ涙だけすぐ泣いちゃってね。え？チップ？マジスマート。トリミングして変わったけど性格は変わらず。今ご飯あげたでしょ？耳の感じとかもなんか今までにはないよね。そうだね。あ、でも鼻がやっぱ今までと違うからさ、ちょっと本当に印象が違う。今まで鼻のとこさ、ふわっとしてある。そう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 。水を飲む姿さえスマートに感じる。軽快だね。そう。だからできる、できるトイプードルって感じ。わかんない。多分このスカーフも何種類もあるんだろうね。うん、チップくん。うん。